速稼塾ジェネシスの感想12話になります。今日はね、2通のちょっとそんな長くないレターを紹介しようかと思います。皆さんもたくさんのレター聞いてみて、あー分かる分かるってところがねあるかもしれませんね。1年間ありがとうございました。自分は久保先生に投資マインドのあり方のいろはを教えていただきました。投資術に関しましては暗号通貨だけではなくお得な情報までいただきました。暗号通貨に関しては自分は今年は値上がりせずトータル的にマイナスですが、 FX の考え方でリップルの売買で枚数を少し増やせました。お得な情報は特にコンビニメインで活用させていただきました。特に嬉しかったのは動画を自分のために送っていただいたこと、ものすごく早く返信があることです。本当にすごいと思います。また新潟ではお会いできて嬉しかったです。すごく価値のある一日でした。また特に感謝しているのは FX についてです。全くわからないところから基本を教えていただき1年が経ちました。現在はそこから発展させて検証ソフトで自分の手法を作成し回数をこなしています。トレードが楽しいです。現実のトレードでまだ大きな利益は出ていませんが、検証では利益が出ているので来年こそ投資で負けた全額を取り返します。今年1年本当にありがとうございました。お体に気をつけてください。来年のオカルトシリーズ楽しみにしています。今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。それではね、これからもね、占いっていうね、裏付けの取らない情報の方も楽しみにしてください。FX は裏付けがないといけないんですけども、一瞬ね、やっぱ一部ファンタジーみたいなコーナーも作っていきますんでね、お付き合いくださいませ。では今日もう一通の方です。こんばんは、愛です。この1年間耳の痛くなる話をありがたく聞かせていただきました。私自身は今までいろいろな案件に分かったつもりで投資して少し儲けては大損しの繰り返しでした。今考えれば目をつぶって車を運転するようなものです。そうですね、いい表現ですね。去年7月に友人が亡くなりました。自殺です。彼は店と会社複数と投資しておりましたが、お金が枯渇したのでしょう。私も彼の紹介してくれた案件で大損を出し高い授業料と思いましたが勉強になりました。それは暗号通貨の存在と可能性です。彼の死後3ヶ月で ADA 上昇し、昨年の年末には数億の含み益が出ました。彼は ADA ホルダーだったんです。悔しい、実に悔しい上場の延期に次ぐ延期で、詐欺と呼ばれた ADA 人生はそんなものだったのでしょうか。諦めたからでしょうが本当に残念です。そうですね、もうちょっと待ってればお亡くなりにならずに済んだかもしれないですね。私が ADA を知ったのは上場後3円の時に YouTube のグダグダ動画でたまたま知り、調べた上で少量購入することができました。その後お金もなく YouTube を見ている毎日で久保先生の動画にたどり着き拝見させていただきました。有料となるとのことで厚かましくも分割でお願いするお支払いのめどはまだ未定で申し訳ないばかりです。そんなことないですよ。例のやつもとりあえず入会金は捻出しましたが、投資金はコツコツ貯めるつもりです。結果論のたらればですが、例のやつを彼が知りやっていれば死なずに済んだと思います。似たような案件は山ほどありましたがどれもインチキでした。例のやつだけはインチキじゃないでしょ。FX の勉強もしていこうと思います。最後に多分ですが誕生日が同じでしょうか。私は昭和42年10月11日生まれの51歳です。いつかお会いできる日を楽しみにしています。いつもありがとうございます。私は昭和47年10月11日なんで一緒ですね。ちょっとだけ年上になるんですかね。ありがとうございます。これからもご覧いただきたいと思います。ここで今日申し上げたいのはね、やっぱり人ってお金によって生きたり死んだりするっていう部分があります。それはですね、お金がないっていう不安があまりにも自分の脳の中をこうやって支配すると生きていく気力がなくなって、そういう行動に出てしまうってこともあるんですよ。でもお金の心配がなかったら基本的に人っていうのはわざわざ死のうかなってあんまり思わないんですよね。お金があれば嫌な人間関係も買い取っていけたり、別のところに行って再トライできたりするんですよ。お金がないからこの学校にいないといけない、お金がないからこの地域に住まないといけない、お金がないからこの会社で勤めないといけないっていうことで、全て悲劇はお金がないってことで起きているところが多いと思います。そういう意味でもですね、お金がないという不安を消すためにお金をたくさん所有するというのも一つの方法ですし、いつでもお金を作れるっていう状況もそうですし、少ないお金で自由を手にするっていう考え方もあるんですよ。皆さんはね、どういうふうにお過ごしお考えなのか、まあ全部は分かりませんけども、基本的に言えるのは年収がですね、
ドカーンと上がって5000万ですよって言ったら、とりあえずはなんかハッピーなんじゃないかなと思いますよね。でお金持ちばっかりが増えるとお互いに不満がないんで、あんまり悪いことって起きないんですけども、お金に困ってる人同士がね集まると、やっぱり一つのパンを分ける時でもすごくシビアになっちゃったり、あとお金がないとね生活とか時間に余裕がないんで我先に殺到するって事態も起きるんですよ。だからどっちかっていうとお金を持ってる人の方が譲り合ったりですね、シェアし合ったりとか、お金のない人がどうやったらお金持てるかなっていうことをいつも考えてくれるっていうことが私はよく見えるなと思うんですよね。お金がある人とない人っていう分け方っていうのはあんまり適当じゃないかもしれませんけども、お金がない人の中でも頭がいい人ってすぐお金がある人になるんですよ。で取り残されたお金がない人ってずっとお金がないんですよ。だからお金がないのはお金がない人の自己責任っていう風に片付けてしまうと、ここにいる人はずっとそうなんですよ。だからお金がある人がお金のない人がお金がある方向に行くことをいつも考えてあげないといけないし、考えてるんですよね実際。それが教育なんですよ。でもお金がない人って教育を受けないことでどれだけダメージがあるのかってことを理解しない、要するに頭が悪いことがどれだけ自分の人生に可能性を失わしてひどい目に遭うってことが分からないんで、頭を鍛えないんですよね。もう本当に頭を鍛えるだけなんですよ。全てそれです。だから義務教育なんて当たり前のようにこなして、で義務教育で教わらないことは自分で学習してっていう風なこの発想を繰り返していくと、どんな問題も解決できていくと。でどんな問題も解決できるんで、問題が難問が訪れた時もね、あ解決しようと思うだけなんですよ。でも頭を鍛えてないと難問が来た時にもうダメだと思ってしまう、お手上げが早いんですよ。心が折れたとか言うんですよ。まあこういう風な方はねいつの時代もなくならないんですけども、しぶといと言いますかね、生きていく力がない人がものすごく生き延びちゃうんで、そういう人がずっといるんですよ。ひどい言い方になりますけども、生きていく力がない人が全部死に絶えたらすごくいい世の中になるんですよ。これひどい言い方ですいませんけどね、でもやっぱり世の中って一定量の能力がない人が存在を許されてるんですよね。本当に私なんかどっかのね王様みたいなこと言って本当に恐縮なんですけども、何もできない人も生きていけるような制度をものすごく権力とかお金持ってる人が作ってくれてるってことがあるんですよ。悔しいんですけども、まあ、ですから生きていくこともできるし、そこから這い上がるチャンスもあるってことなんですよ。昔のね絶対王政の時代ではないんで、今は結構日本なんて民主主義なんで、どんなところからも這い上がっていけるんですよね。ただ這い上がる意思のない人ってのもいるのも事実なんで、世の中は常ならずというところではないでしょうか。はい、それでね、今日いろんな感想、今日は2件読ませていただきましたけども、皆さんの中にも思うところがねあったと思います。また感想の方に送っていただきましたらこうやって読ませていただきます。まだまだ感想読んでないのがありますんで、100件近くありますんで、私の喉が続く限り今年中に終わるかなって思うんですよね。場合によってはちょっとねなんかできない人もいるかもしれません、すいません。今日は以上です。失礼します。